旧栄館は、日本及び、台湾の実業家、作家、経済評論家、経営コンサルタント。株式会社、旧栄館事務所代表取締役。旧本名は、旧日の恵南、なみ、旧カゴの本名は、岡栄館。初期の筆名は、旧日の恵南及び、岡大。株の名人で、金儲けの神様と呼ばれた。当時まだ金銭について語るのを戦死していた。 日本の社会風潮にこうして、自らの経験に基づき、金銭特本、投資家特本など蓄材に関する実用的評論を発表した。1960年頃には200万円の元手で,で、株を始めて1年で5000万円に増やしたこともある。しかし作家としての旧は、小林秀夫ら文断の芸術史上主義者からは、徹底して白眼視された。1971年には、 ニクソンショックによる台湾の政常変化を受けて国民党と和解。台湾政府に壊れ経済建設を支援すべく台湾に帰って国家事業を指導。このため一部の人々から金欲しさに国民党に魂を売ったと非難された。台北に残る旧栄館ビルはこの時期に建てたものである。やがて事業不振のため日本に再住。 第一次石油危機では大損害を被り、意を患い入院したことがある。1980年3月、家族と共に日本国籍を取得。その直後に参議院全国区選挙に無所属で立候補したが15万票しか取れず快楽戦。1993年11月4日、台北から香港、当時は京都区空港まで乗っていた中華航空のジャンボ機が、 空港の滑走路をオーバーランシュ海に突入する事故を起こすも生還。1998年の香港返還を目前に香港に移住。後、中国に移り、雲南省でコーヒー栽培事業を営んでいた。実業家としては、ドライクリーニング業、砂利採取業、ビル経営、気配薬の販売などを手掛けた。東京には、旧経営の中国語教室も存在した。 日本におけるビジネスホテル経営の元祖でもあった。また、中国ではコーヒー栽培事業のほか建設機械販売、高級アパートメント経営、パン製造販売、レストラン経営、漢方化粧品、漢方サプリメント販売、人材派遣業などの事業を営んでいた。大の食通としても有名。若い頃から糖尿病を患っており、 病気との付き合い方をめぐる文章も多い。夫人の半円段は、関東生まれの中国人で料理研究家。実の姉の薄田蘇我も料理研究家。蘇我の娘の薄田幸雄も料理研究家で、NHK の今日の料理などテレビの料理番組に出演。蘇我の夫の薄田金太郎は元オリンピックボクシング、日本代表選手で、元プロボクシング、日本王者。 長女の給与品は先生術研究家でエッセイスト。長男の給与率は不動産会社を経営。次男の給制限はビデオアーティストとして著名。2015年4月、遺族3人が東京国税局から遺産二十数億円の申告漏れを指摘された。また2013年までの2年間に配当約10億円を所得として報告していなかった。ありがとうございます。